芝将らは洛陽での武力衝突に勝利し、魏帝宗謀を支持する。その後芝将は即座に宗観を帝位に据え、騒乱の収束を図った。傀儡を自覚する宗観、そしてもはや芝氏に逆らいえない軍心、魏は芝将の力のもと、なんとかその形を保つ状態だった。呉子職と対峙し天下を滑るには仕方のない措置、そう自分に言い聞かせつつも芝将は苦悩する。これが己が望む道か、皆が己に望むものは何か、その問いに答えるものはなく、一方で情勢は刻々と動いていく。2年後職がまたも魏への侵攻を開始、東洋へと軍を進める。その軍の先方には職へと亡命した夏侯派の姿があった。芝将、夏柔、鍾馗がかつて靴輪を並べた仲間と対峙する。私は選ばれた人間、鍾式だ。夏侯派、職の将として攻めてくるなんてな。あいつは俺のそばにはいられなかったんだな。まあそれもそうか。諸葛丹、帝、そして今回の夏侯派か。四条を試す戦が続くな。だがこれでいい。あいつの道は非常の覚悟の先にある。夏侯派殿は職軍の先鋒、戦いはどうやっても避けられない。かつての仲間に刃を向ける、それができないなんて言うつもりはない。でも簡単には割り切れないものよね。特に師匠殿は。裏切った挙句に敵の先鋒、夏侯派の考えることは理解できない。ところで当該殿、今回はあなたの策が採用されたとか。ま、一応聞いておきましょう。夏侯派は東洋城に近づいている様子。このまま城へ閉じ込め、味方と分断します。あとは周囲の職部隊を括弧撃破、それで本体の脅威への連絡も立てましょう。鍾馗殿にも力をお貸しいただきたい。よろしくご指導のほど。まったく面白くもない。この私が当該殿の策の駒となるのだ。そんなつもりは。ま、見ているといいですよ。英才教育を受けた私の活躍をね。開門せよ。鍾式、出陣する。夏侯派で、夏侯派たち諸将が城に侵入しました。城周辺の敵を撃破し、本体を分断します。面白みはない。まあ当該殿ならではといったところ。我が主役、試させてもらおうか。
馬房様の騎兵、加工派を攻撃開始。馬房殿の任務は最高だな。こちらも早く場外の敵を除かなくて。素晴らしい形だ。お見事です。どうも死んだようです。お恥ずかしい限り、この俺が相手だ。撮影してきません。助かりますか。自分の戦い気がかりましたか。この俺が相手だ。クイッ。援軍とは連絡し、増援を呼ぶ模様。本隊と連絡を取らせると面倒だな。あーない、さっさと倒すか。一殺。本隊到着に希望をつなぐ。矢を追いかけ、伝令を援護するのだ。一殺。小戦剣。誰か、助けてください。向こうも必死だな。ま、正社には気をつけろって言うしかないか。なに、本体に気球を知らせられなかったか。見ていろ。よし、これで本体への連絡は防げた。なんとかなるのだな。おや、思い出したぞ。見ていろ。伝令が出てきた砦にははしごがある。これを使えば城に侵入できるな。加工派殿、敵が接近してきているようです。ここは俺たちに任せ、城の裏手より退却を。お前たちを残してって、そんなバカな。みんな一緒に出なきゃ意味ないって。その調子、その調子。見つけてくれますな。素晴らしいご活躍、お見事です。よし、無事進入です。門を開き、味方を城内へ引き込むぞ。門が開いたぞ。みんな、一気に城内に攻め込んでやれ。敵が侵入してきました。どうか裏手から退却し、本体に連絡を。分かった。ちょっとだけ我慢して待ってくれ。小戦剣伝令。加工派軍団が北東に向かいました。そう、いらないな。分かった。消えない。じゃあ、
戦通り職軍を押し上げるぜ。加工派殿には何としても逃げ延びてもらう。ここから先へは行かせん。ここまでだ。観念していただく。いやないぜ。俺が逃げることも飲まれてたってのか。伝令、北東砦にて加工派を食い止めました。生涯はうまくやったみたいだな。小戦俺たちも戦うか。伝令、さっきの報告に加えさらに将が敗走した模様。今失うわけにはいかんのだ。加工派殿、後に再会できることを祈っています。基本だけど強い。芝生殿、加工派。いやいやいや、しんみりしないでくれよ。これが芝生殿と俺が自分で選んだ結果なんだって。お前は自分に背いてまで進む道はなかったということか。ああ、そうだ。師匠、来るな。じゃあな、加工派。ああ、じゃあな、芝生殿。連れて行け。巨匠で処断する。